同じ塔が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。ナオトラいるわね。お風呂に行くわよ。したくなさい。ああ、俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、天に投げ打つ。実のところ鉄さんは全く怖くないんだよね。じゃあ何が怖いかって。そりゃあ、おいなしのやつだ。やっぱ無理。怖い。男衆、戦う前から諦めない。信濃なでしこの花言葉は可憐。乙女は強く美しく。なんて凛とした女たちだ。見とれちまう。変わらなでしこの花言葉は清潔。守ってみせます。侮るな。いいに刃を向けたこと、松代まで後悔し続けろ。あなた、なんだか気に入らないわ。踏み込むとハレンチな。お色直しの時間ね。そんなに見せないの。そこに直れ。トラブラさん、そこに直れ。どうする。そう、もう十二人を用意しなさい。まあ重そうだから着ないけど。説明。男のくせに腰が入ってないぞ。熱でも炊いてろ。お任せを。虫取りなでしこの花言葉は罠。逃がしません。なでしこ、物言わず儚く散りゆく花と思うなよ。たったなでしこの花言葉は強烈な愛。奪わせないわ。天に投げ打つ。このままじゃ何でも直虎様にしばかれる。俺たちのせいじゃないよね。この程度で悔しがるの。そう、残念だったね。よく見る。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許して。まあ、めでないだけが取り柄の男衆ですから。立ち向かってやられるか、逃げて直虎様に叱られるか。これだから男衆は。というには気の毒か。乱暴だな。うちの女衆じゃあるまいし。このざまだから女だけだと侮られるんだ。しっかりしろ直虎。今家があるのは直虎様と女衆のおかげです。の男が目でどうする。気絶したままでも立ち上がれ。喜んで。男衆なんて私の戦いを見ればいつかは一撃必殺。まさに効果は抜群ですな。あら、ちょうどいいところに来たわね。椅子になって。出し惜しみなんかしなくてもいいのよ。天に投げ打つ。お色直しの時間ね。舐めるな。節穴の長政じゃあるまいし、戦ながらの報告ならいらないわ。これ以上私の乙女たちを傷つけるなら、この国がある直虎が相手だ。直虎様、いつも通りで本当にすみません。恥と思うなら剣を持て。死にたくなければ立ち上がれ。頑張ります。くそ、ただがむしゃらに戦うわ。乙女の戦にあらず。わらわを求めるのは分かるけれど、あなたたち好きだらけよ。なでしこの花はでなお気高く美しいんだ。そこに直れ。
しが倒れて男衆に示しがつくか。かわいそうね。本当にすごいのね。ナオトラ様とは正反対のことだが、この二人はどこかに気があるし。勝ってようが負けてようが、俺たちはいつもの通りさ。肌が荒れたらお前のせいね。あれ、もう聞こえてないわ。天に投げ打つ。あんたには分かんないだろ。女に古典館にやられる悔しさってやつさ。大丈夫大丈夫、女衆が取り返してくれるさ。俺分かったな、なじられるのも嫌いじゃないって。見ていてくださいまし、ナオトラ様。マイル、我らはこの先一体どこへたどり着くのであるんだ。ナオトラ様ならもうこんな時こそ吠えるはずだ。あいつ、私に強さを見せつけているのか。男衆、たまには前に出てみせろ。少しはやるようだが、ただまだまだだ。ほら、ナオトラ様の乙女力は物理的なもんだからさ。後で稽古をつけてやるから覚えておけよ。もう近くに。あの頃からよくぞ立ち直られたものです。あなたはわらわに求められなかった、それだけ。踏んづけちまったぜ。男はただのハレンチの獣だ。この愛子こそ武田家し本当。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。ジトーなんて、いかつい呼び名は気の毒だ。いいの？どれも呼んだ理由かしら。バカにして。えい、
マリアの相手は調子が狂う。さっさと下がれ。代わりにお前のうるさい弟を出せ。なんだお前、そんなに私を見つめて。卑怯だぞ。もっと近くに。落ち着け。私、みんなの命がかかってるんだ。誰が寂しいって。まあまた会うこともあるかもな。またこんなこと。よく見てね。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけど、やっぱりやめた。だってあなたじゃ満足できないもの。